秋の夜長を過ごすいい方法がって言う前から警戒するのはやめたまえ。実験の秋だね。おや、今一瞬ビクッとしたかい？痙攣かな。よし、調べてあげよう。午後から新しい実験を始めようと思うのだけれど、その前に軽く10キロほど走ってきてもらえるかい？